どちらが生物学的父親なのか、まあ、僕らはアメリカで内部出産を行ったので卵の話を調べたんですよ。彼のレアシーって感じですね。もちろんね、これだけどシェナーということで、皆さんこんにちは。二人パパのミッツンとリカです。はい、ということで今日はですね、ちょっとだけ真面目な話をしたいと思います、うん、そして皆さんからよくいただく質問にも関わることで、なんかちょっと緊張してきちゃった。まあ、僕らは二人パパとしてブログをやったり、こうやって YouTube でいろんな発信をさせていただいてるんですけど、僕らが子供を授かった方法というのが、サロガシ、代理母出産、まあ、代理母出産とか、代理解体とか、まあ、いろんな言葉はあるんですけれども、まあ、他の方に産んでいただいてっていうプロセスを選びました。そして、息子くんは2016年に命をね、授かったので、それからもう5年が経ってね、その様子をいつもお届けしてるんですけれども、まあ、その代理母出産のプロセスに関しては、ずっとブログをね、やっていたので、そちらを読んでいただいたりとか、まあ、そのブログの完結編としてね、こちらの、書籍化されたものがあって、これは本当に僕らが子供を産もうと思った時から、息子くんが生まれる時まで、生まれてスウェーデンに帰ってくる時までの、ことがもう本当に細かく書かれているので、もしまだの方いたらね、ぜひ読んでいただきたいのと思うんですけれども、まあその後日談みたいな感じにはなるんですね、今日のお話は。というのも、そのいろんな質問をいただく中で、そのまあ僕らはもちろん男同士なので、まあ二人の間の遺伝子を引き継ぐ子供っていうのは、代理出産といえどできることはないわけですよね。なのでよく聞かれるのが、どちらが生物学的父親なのかっていう質問をよくいただきます。で、それに関してはもうずっとお答えしているブログやこの本の中でも書いているんですけれども、まあ直接その息子くんの出自に関わること、まあ本人の、まあルーツっていうんですかね、そういうところに関わる部分なので、そこは公表は控えさせていただくということでずっとお答えさせていただいてます。で、その理由というのも、まあその出自っていうのは、本人を知る権利、出自を知る権利っていうものもありますし、それをちゃんとこう大切にしていってあげたいなと思うので、まあそういう形で最初からブログを書いたりして発信していく中でも、そこはちゃんとこう、まあ公表せずにいこうねっていうことを、まあ僕ら親の間で決めていました。で、かといって別にその息子くんに対して内緒にするっていうわけではなくて、そう、息子くんに対してはちゃんと僕らの口から説明をしていきたいから、まあ他の人にこう、漏れて、他の人からこう聞くんではなくて、僕らの口からちゃんとこう説明をしていきたいなっていうことがあったので、まあそういう形をとっています。で、まあ、じゃあどうやってそれを伝えていくのかっていうことに関しては、いろいろ、まあ、あって、こう、まあ、じゃあどうやってそれを伝えていくのかっていうことに関しては、まあ、僕らはアメリカで代理母出産をお願いしたので、そのアメリカの、IBF クリニックでいろいろこうアドバイスを受けたりとかして、どうやって伝えていくかとかね、そういうのをこう、まあ、それは本にも書いてあるんですけど、それを実際にこう僕ら5年経って息子くんが5歳になってるんですけど、まあ、そのアメリカでこう言われたのが、その年齢に応じてちゃんと伝えていくことが大事だっていうふうに言われました。まあ、一番最初はなん全部言うつもりなのとか、どういうつもりっていうのは聞かれたんだよね、僕らがね。そうね。そうだけど、それで僕らは全然まあ隠すつもりなく伝えていくっていうふうに答えたんだけど、その時にそのカウンセラー方に言われたのが、その年齢に応じてこう理解できることが違うから、それに合わせてこう言っていくのが大事だよっていういろんなアドバイスをもらいました。そうですね、すごいいい話でした。すごいいいアドバイスをもらいました。うん、好きな気分から、うん、ここで言われた言葉っていうのが、まあ、僕らはお互い好き同士でこう愛し合っていて、
で一緒に家族を築いていきたいと思ったんだけど、男2人だと子供ができないから、あの他の人に、手伝ってもらって、君が生まれてきたんだよっていうことを伝えるっていうことでしたね。それプラス、まあ、大レボ出産で今この現代で、一番こうメインなのは、その大レボとして産んでくださる、お腹の中で育ててくださる方と卵子提供者さんっていうのは別のジェステーショナルサルガシーっていう方法を取ることが多いと思うんですね。で、なので産んでくれた方とこう生物学的母親の方っていうのは別の方なわけなんですね。で、そういうことも含めてこう伝えていかなきゃいけなくて、いかなきゃいけないというか伝えていきたくて、ちゃんとこう年齢に合わせて、しようかなと思っているところです。息子くん自身は今、まあ、4歳ぐらいからかな、その、どこから生まれてきたのっていうことを聞かれる前に、もう、その、産んでくれたのはこの人だよっていうのを僕らはまあ伝えていたので、あとその産んでくれたのが、大リボさんがステファニーっていう方なんですけど、まあ、彼女とずっとこう連絡を取ってね、クリスマスプレゼントをもらったりとか、あとはスカイプでこう喋ったりとか、したりしてるので、まあ、彼、うちの息子くんも、その存在を知っているし、あとはその産んでくれた時に、この本の中でも書かれてるんですけれど、生まれて僕らがアメリカを旅立つ時に、大リボさんからこのアルバムをいただいて、ちょっと今中身はね見せられないんだけど、そのどうやってその妊娠期間を過ごしていったかっていう、お腹がこう大きくなっていく姿とか、その時の超音波の写真なんかを全部もう丁寧に記録して、なんていうのかな、メッセージも含めてこうアルバムにしてくれたものがあるんですね。だからそれを息子くんにはずっとこう一緒に見たりとかしてたので、もう息子くんはステファニーが自分を産んでくれた人でも、それは別にママとかではなくて、自分にはパパが2人いて、産んでくれた人がアメリカにいるっていう感覚でもう理解してくれていました、うん、で数日前だよね、うん、そうですね。だからこのビデオを撮ろうと思ったんだけど、数日前に息子くんが卵の話をし始めたんですね。そうですね。で、二人パパ。数日前に息子くんが卵の話をし始めたんですね。そうですね。だからこの動画を撮ろうと思ったんだけど、卵のことよく言うんだよね。卵のことはよく言うんだよ。よくそれについて。あれなんて言うんだっけ、いつも。なんかスウェーデン語で言うんだよね。イミテリ、なんだっけ。イミテエッグ。イミテエッグ。なんかでも僕の卵の中で、うん、もうリバーパテを食べたとか、あ、そうそう、新しい食事が出た時に一回試しに食べてみなよ、僕らが言うと、いや僕卵の中で食べたことあるからとかって言うんだよね。なんかそういうこと言うんだよね。で僕子供の時さ、人間は卵から生まれるって知らなかったわけよ、うん、子供の時は。ほら、鶏は卵を産むけど、鳥は、うん、人間は赤ちゃんだでしょみたいなことを思ってたから、人間にも卵があるって知ったのだいぶ後だったもんね。でも多分それは幼稚園のそういう話はあったと思います。うん、そうね、あるかもしれないね、人間の卵から来る。でも、うんうん、僕らもその話をしたかも。あ、そうだね、思います。あと、このアルバムの中に卵の写真もあるしね。あ、そうですね、卵の写真、あ、それはある、あれですね、ある、うん、なかなかレアだよね、自分が卵だった時の写真があるってね、うん、でもまあ、そういうのもあるかも。どのね、影響かはちょっとわからないけど、はっきりは。まあでも自分は卵の時期があってっていうことを理解してて、そしたらその数日前に何の話だっけ、なんか卵はステファニーの中から来たみたいな話を言い始めたんだよね。そうね、彼がそれ聞いた、うん、そうそうそう、どうやって聞いたんだっけ。あ、はっきり覚えてないけど、ご飯を食べながら、そう、普通のなんか、うん、そういう質問はあったね、あったね、うん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 。そう、多分それは幼稚園で、まあ、赤ちゃんは卵から来るの話が、うんうんうん。で、卵は女性からしか来ないっていうのも分かってるんだよね、うん、で、だから彼の中では自分はステファニーから生まれてきてるから、ステファニーの中の卵でって思ってるんだよね、うん、思ってたんだよね。で、それを聞いた時に、あ、もしかしたらこれこのタイミングかもと思って、まあちょっとその場でなんか目配せをして言うみたいな話になって、うん、その話をし始めたんだよね。で、それがまあなんて言ったっけ、なんか、あ、卵はどっから来たのってもう一回こっちが聞き直したら、
ステファニーって言ったんだよね。うん、だからでも本当は卵は違うところから来たんだよって僕ら2人で順番に言っていって、でまあここではあのこれがどうなったかっていうことは 言えないんだけれども、あの別の方で女性がいて、僕らがあの僕らは卵を自分たちで作れなかったから他の女性にお願いして、その方がギフトをね、プレゼントをあのしてくれて、あの君の卵をステファニーのお腹の中に戻して、あのステファニーが生まれるまでは育ててくれたんだよっていう風に伝えました、うん、その時の彼のリアクションはその時のリアクション、えって感じだったよね、うん、どういうことみたいな。でもちろんそうなるとは思うんだけど、うん、でも彼はそれ、できるできないでしょそれできないでしょってそう言って、理科なんて答えたその時覚えてる、多分、うん、あのまあそういう技術があるそういう技術があるっていう、うん、で俺はそれ聞いて、あでもちょっと魔法みたいだね、でもできるんだって、うん、っていう感じで言ったら、えって感じだったね、うん、そうでもすごいリアクションでした、うん、かといってそれがショックとかじゃなくて、今まで思ってたのと違うあのことをが事実だったから、ちょっとはいっていう感じにはなってたっていう感じだったけど、うん、まあでも IVF はすごい技術ですね、うん、すそうだね、まあ、本当に魔法みたい、魔法みたい、本当に多分あの、まあ、幼稚園で僕も友達、うんうん、彼の友達の話でなんかママが必要ない聞いた、うんうん、理科はそれでなんて答えたの、まあ、幼稚園で僕も友達、うんうん、彼の友達の話で本当に二人パパ、あの僕にきっと子供たちから質問あった、あ本当、お迎えかなんかに行った時に、そうね、ってこと、お迎えに行った時はあの幼稚園での友達から、うんうん、本当に二人パパない、ママが必要ない、うんうん、を聞いた、うんうん、理科はそれでなんて答えたの、あ二人本当に、うん、二人パパそれだけなんだよね本当にね、できますよ、うん、うん、できるっていうだけなんだよね、そう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 、まあなんかちっちゃければちっちゃいほどそれをなんか普通に受け入れてくれるような気はするから、やっぱりそのなんか早ければ早いほどいいっていう問題ではないとは思うけど、やっぱりその子のあの、まあ、理解力っていうのもこの子供によって違うから年齢だけでは言えないんだけど、合わせてその子の性格とかにも合わせてこう伝えていけたらなっていう風にはあの思ってます、うん、まあでも本当にもちろんまあなんていうかな、繰り返し言っていくようなものかなとも思っていて、繰り返しっていうかもしかしたら今分かってる範囲はやっぱ彼の自分の知識と合わせて僕らが新しい情報を入れていくから、やっぱりその全部が分かってるってわけではないと思うんですね、やっぱり彼自身もだんだん大きくなっていって、うん、でその新しいこう生殖に関するあの情報とかも入っていった上で、また僕らもあのちゃんと伝えていかなきゃなっていうふうにはあの思ってるんですけど、うん、まあ、やっぱり本当に日本でもこう生殖補助医療っていうのはとても増えてきていて、あの AID そのやっぱ非配偶者間 の生殖医療、あの卵子提供や精子提供とかっていうのももう出てきているので、あの全然こう、まあ、大規模出産はなかなかもっと数が少ないとは思うんですけれども、まあ、そういうふうにこう不妊治療をされてる方もきっと多いかと思います。あのもちろん男女のカップルだとなかなかそれをこうわざわざちっちゃい時から言う必要があるのかどうかっていうのはきっとそのご家庭によってもあの違うと思うんですけど、まあ、僕らの場合はやっぱりこう男同士だからもともと隠し通せるものでもないし、あの選択肢は限られていたなとは思うし、もう最初から僕ら2人の間でも全然隠すことなくあのちゃんとお話をしていこうって決めていたんですけど、まあ、その方がやっぱりこう子供に正直でいられるっていう部分があって、それがやっぱり大切かなっていうのはその IVF クリニックのカウンセラーの方とお話しした時も感じたね。なんか全然うちらもそういう準備ができてると伝えることの緊張感とかもなかったし、なんかこの準備が伝える準備もできていたので、なんていうのかな、一番大切なのはこう僕らがこの家族を築きたいと思った時に君に会いたいと思って
本当に迎え入れたいと思って選んだやり方なんだよっていうことをちゃんと伝えていって、まあそのみんなに本当にこう助けられて生まれてきた命なんだよ、すごい大切な命なんだよっていうことをちゃんとこうこれからもね伝えていきたいなと思っています。もう本当にこの実はこの本書籍化された時の帯をね、本当にご縁があってこのこうずっと交流があったこう東千鶴さんにこう書いていただいたんですけど、まあ、ここにもね本当たくさんの人に望まれて生まれたベイビーっていう言葉をね使って書いていただいたので、素晴らしいこうコメントをねこの帯に書いていただいたんですけど、それをちゃんとこう伝えて、大切に育てていくのがラーリボさんに協力していただいたり、こう卵子提供者さんに協力していただいて、生まれてきた命なので本当にそれを大切に育てていっていくことが僕らの責任だなと思っているところです。グレイトフルネス。グレイトフルネス。そうだね。はい。なんか話したことある？そう、今さっき、この赤ちゃん語り方。さっき、この赤ちゃんとベイビーの話はとか、そうだね、そうだそうだ、人間だけではなくて、ワンちゃん、ワンちゃん生まれたからね、ワンちゃんで生まれた、そうだそうだそう、だから余計にそういう話になったのかも。やっぱ命って大事だからね。その時も、まあ、赤ちゃんは弟の犬、だけどお父さん誰っていう話も、あ、そうなんだ。俺それいなかったかも。そうかそうか。今アイラはお母さんしかいなかったからね、見に行った時も ね。だから。なんて答えたの？いや、友達の。まあそうね。アイル、なんだっけ？メイルドッグとフィメールドッグ。あ、オスとメスってことね。そうそうそう。はいはいはい。そう、なんか友達がなんかオスの犬を飼ってるから。そうだね。二人があって。はいはいはい、メイクしたってことね。そうだね。でもなんか最近さ、息子くんが読んでほしい本のさ、アンナと二人のパパっていうプロタイプの本をいただいたじゃん、日本に行った時に、あれをすごい読んでほしいって言って、すごい何回も日本語で読むんだけど、まあ二人パパの本なんですよ。で、なんでだろうなと思ったんだけど、多分最近ちょっと妹か弟が欲しいっていうのをね言い始めてるんです。俺らはそんな言ってないけど、なんかだからそれはなんかそのアンナと二人のパパの家にはアンナが弟か妹が来るって話で飛行機に乗って来るみたいな話がかかると思うんですよ、そこに。だからそれを見て、まあいろんなことを彼の5歳なりに考えて過ごしてるんだなと思って。絵本でなんかすごく綺麗な絵、そうそう、すごい素敵な本で、いつもそういう本を使って息子くんと楽しい時間を過ごしていたりしています。お腹空いてすごいさすごいお腹が鳴ってるんだけど、あ、終わったということで、ちょっと今日はね真面目なお話になってしまいましたが、またチャンネル登録、それから高評価ボタンお願いいたしたいと思います。それではヘイド、シェナって言った、シェナって言った、ヘイドだよ、ヘイド。